はい、公園以来 .com 新聞土井です。今日は、野球解説者の宮本慎也さんに入っていただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日先ほど公演も無事にオンラインで一緒にやらせていただいて、はい、その流れでちょっとインタビューを受けていただけるということでありがとうございます。はい、そしたら宮本さんのことはね、いろんな方ご存知の方たくさんいらっしゃると思いますが、改めてご本人の方から簡単に自己紹介をお願いすることができますか。はい、1970年生まれの11月5日、サソリ座新型大型、今野球評論家解説者をしております宮本慎也です。ありがとうございます。今は主に仕事としましては野球の解説だったりとか。そうですね、はい、ありがとうございます。書籍の方もね、いろいろ、ね、出されていらっしゃる、野村監督と一緒に共著で出された本、はい、これは一番直近で出てるものになりますね。そうですね、はい、ね、もう本当に貴重な野村監督との、ね、対談本であると思うんですけど、これを出されたきっかけというのもお伺いしてよろしいですか。野村監督の方からだったと思います。一緒にやらないかと断れないです。まあ恐れ多かったんですけどね。そう監督がねおっしゃったんで。あれはなんか一緒のスタジオとかでこう撮っていくような感じなんですか。そうですね、数回何時間っていうペースでちょっとお話しさせていただいてっていう感じですね。書籍の方でも最後の方に野村監督がね、ぜひ宮本さんが監督をしてるところをねテレビで見たいと。それを見て何か思ったこととかありますか。当時はね、もちろん生きてらっしゃったので、やっぱり亡くなった時に、これはもう僕の力ではどうすることもできないんですけど、その監督してる姿を、見せれなかったなっていうのはすごく残念だなというふうには思いましたね。講演でも少しいろいろお話をされてたかと思うんですが、いろんな、ね、ご縁がこうつながればっていう話もあったと思うんですけど、はい、監督をね見てみたいと思う方もたくさんいらっしゃると思って、はい、宮本さんもね一つのなんか人生の目標にしながらやってるような感じですかね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。今ねワールドベースボールクラシックもね盛り上がってきてる。やっぱ宮本さんが注目してる、選手だったりとか注目してることだったりとかありますか。どうやって戦っていくか、グループリーグはおそらく通過すると思うんですけど、今回がその準々決勝からもう一発勝負になるんで、トーナメントになるんで、こうどうやって戦っていくのかな。おそらく今日大谷が投げて、明日中国戦に大谷、韓国戦にダルビッシュが行って、準々決勝に多分2人つぎ込むと思うんですけど、彼らが投げれば、ある程度の失点は計算できるんで、どうやってその計算してる失点以上の点数を取るかというところなんで、大谷が鍵を握るのは間違いないんですけど、得点力というのは。彼の場合、歩かされる可能性もあるので、前後のバッターっていうところで言うと、最後の2試合ね、最後の1試合か。2番近藤、4番に吉田と。左は続くんですけど、彼らの仕事も結構重要になってくるかなと。ここがうまく機能すれば、点数は取れるので、その後に打つ。村上だったり、山川、岡本とかですね、その辺のあたりも、ちょっと楽に打席に入れるんじゃないかなというふうに思うんで、本当に大谷がポイントは間違いないんですけども、前後のね、近藤、吉田っていうのは大きな鍵を握るんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ね、今、撮らせていただいているのが3月9日の13時10分のね、今、収録なんですけど、いろいろ編集してアップロードするのが、大会がちょっとね、終わったかどうかっていうところなのかもしれないので、はい、それもと照らし合わせながらね、皆さん、楽しんでいただければなと思います。はい、今日もね、いろいろ企業様向けに講演をやっていただいたかと思うんですが、宮本さんがその毎回いろんな講演を出るにあたって、大切にしていることとか、もしあれば、ぜひお伺いしたいんですが。経験していることしかお話はできないので、それ以上のことを作って話してもしょうがないので、経験したことを素直に話していく、感じたことを話していく。その中で一人でも二人でも、ああって思ってくれればいいなというふうに思ってるんで、僕が経験した以上のことはもう話できないので、とにかくそこを、できるだけ多く話せたらなというふうに思ってます。ね、私も何度かでご一緒 MC に入らせていただいて、はい、今日もご一緒させていただきましたけど、宮本さんすごく自然体でいろいろお話ししていただいてるなっていう、そういう印象があって、なんか自分をこうよく見せたいとかいうよりも、本当に等身大のここはちょっとわからないんですけど、僕はこう思いますとか
なんかそういうようなね、ところがすごく皆さんも聞いててこうスッと入ってくるようなね、そういう印象があったりするので、ぜひ今後もね、いろんなオンライン、はい、リアル配信でもいろいろお世話になればと思います、はい。最後にですね、ちょっと宮本さんの講演会を企画検討されてらっしゃるいろんな皆様いらっしゃると思うので、はい、そういった方に向けてぜひ、後押しのコメントをいただきたいですか。はい、基本的に51対49を目標に僕は頑張ってるので、みんなに好かれようとは思ってないので、100人いれば51人僕のことがいいって言ってくれればいいなというふうに思ってるので、まあまあ素直な話はさせていただけると思いますので、またよければ読んでいただければなというふうに思います。ありがとうございます。今日もね、今もなかなかメディアに出てないような情報もお話しいただいたりとか、ぜひその時の宮本さんのね、最新情報だったり、面白い話も織り交ぜながら、講演会をね、やっていただけるので、すごくそういうところも魅力的だなと思いますので、ぜひ皆様楽しみにしていただければと思います。はい、宮本さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。